ドアーム。今日はですね、ずっと在宅で仕事をしていたものですから、どっかから帰ってきたこじらせ一人酒ではないんです。ずっと仕事をしてまして、もう飽きました。飽きたのでもう飲みます。飲みましょう。仕事に飽きたら飲むんだ。シャワーを浴びてきました。飽きた、仕事飽きた。ダメだ、ずっとやってると飽きんな。ひぃ、乾杯しましょう。乾杯。おい、札幌ですよ。ビールの美味しい季節になってまいりました。皆さん、ぽーい。これのために生きている。あー、目が青い。なんか急にスイッチが来てたな。急に、それまではノリノリというか、まあしっかり練習してたんですけど、急に一気にブーンってスイッチが切れちゃいました。なんだこの、これはなんだ。あるよね、俺もたまに来んだよな、これが。これですね、さっきも言った。でもいいんだ、飲めるから大丈夫なんだ。いやー、さあ、そして本日のあてはナッツです。今日はね、ちょっとね、お昼ご飯を多めに取ってしまったもので、まだお腹が空いてないんですね。ですので、ちょっとこの動画はナッツで、ミックスナッツで行かせてもらいます。最近動画のコメントで、鍋作ってるところ動画にしてほしいですとか、料理動画やってほしいですとかっていうコメントを多々いただくんですけど、やりません。やらないんですよ、今のところ。なんでやらないか、なんでやらないかっていうと、料理動画ね、以前やったんです、やったんですけど、それが伸びなかったからやらないんだろう。麻婆豆腐、おい、麻婆豆腐の動画が伸びなかったからやんねえんだよ。もうやんねえ、もうやんないって決めたんだろ。麻婆豆腐が伸びなかったから、料理動画は。ねえ、あんな一生懸命作ったのね。求められてないの。ね。やっぱチャンネル的に求められてることをやっていきましょうよっていう、そういうことです。で、僕が料理を作ってるところっていうのは、まあこう、求められていなかったという、そういうことですね。この動画が出てるのが3月27日か。うめえな、もう。もう4月になるじゃないか。この間まで1月だと思ってたのに、2月なんかなかった。3月なんかなかった。なんか皆さんはこう、1月だ、2月だ、3月だ、もう2月だとかって実感するのどういうタイミングですか？どういう、いろいろあると思うんですけど、俺が、あ、もう3月だって実感するタイミングってどういうタイミングかっていうと、あの動画って作るじゃないですか。で、サムネイルとかつけるじゃないですか。で、その動画になる、編集される前の元データつって、こういっぱいデータがバーってあるわけですよ。で、それを1個のフォルダーに全部まとめて、公開日、2020年の3月何日、で動画のタイトルで、こうのでつけて、フォルダーに全部、あの Google ドライブに全部ぶち込むんですよ。データのデータ整理って言って、データ化って言って、それやっていかなきゃいけないんですよ、会社として。でやってるんですけど、
それを打ち込むときに、この間まで何月二十何日、2020年だったら2002月だったら02何日って入れなきゃいけないんだけど、それが2月だとしたら2002、例えば25とかって打ってんじゃん、21、22、23とかって打ってんじゃん、だから20日だいたいなと思って打ってるんだけど、それが02が03に変わる瞬間なんですよ。変わった瞬間に、あ、もう3月かいみたいな、マジかいみたいな、もう3月になっちゃったよ、おい。それで俺は気づく。だからこれも4月になったら04になるわけだよ。もう04かっていう。もう3ヶ月経ちましたよ。経ちますよ。どうします？ 1 年。もう4分の1終わりっすよ。1月の6日にハラミンチャンネルスタートしたんですよ、多分再スタートしたんですよ、1月の6日に。早っ。1月の6日っす。で、1月の22日にこの今の Vlog、 こじらせ系、今社畜系になってますけど、このルーティーンとか1日日常系の動画を公開したんですよ、1月22日なんで1月22日を覚えてるかっていうと、バナナマンさんのバナナムーンゴールドの中で、年始っていうのは必ず島田秀平さんっていう占いの方が来るんですけど、その占い師さんが、なんだっけな、満願転写日だかなんとか日と、なんちゃら日みたいなのと、なんちゃら日みたいなのが、めっちゃすげえ日が、奇跡的に重なる日があるみたいな。それが1月の22と6月の何日で、みたいな。で、その日に何かを始めるのはもう絶好の日だから、その日に何かを、例えば新しいお財布を使い始める日だとか、何かの企画を新しくスタートさせる日にした方が絶対にいいって言ってたのを聞いて、1月22日にあのこじらせ系 YouTuber のルーティーン、1日のルーティーンっていう動画、その日に急いで会うように撮影して編集して作って、あの日に公開したんですよ。1月22でもう3月27だよ、うん、2ヶ月以上経ってんだあれ毎日。まあちょっと忙しくて動画公開できてなくて、編集のリズムとかもできてなかった時はちょっと今日お休みですみたいな日多かったけど、最初はもうあれから2ヶ月以上。今日なんかこう再生リストとかの整理をしてたんだけど、もう40本50本ぐらいあんのかな、その Vlog 系の動画が。すごくね、早い。2月の記憶がない。2月の記憶がない。マジでない。よくそういう表現をするけど、何月の忙しくて何月あったとか、何月の記憶がないんだけど、みたいな表現するけど、マジでない。ドッキリ撮ってた時よりない。ドッキリの時もクソ忙しくて、忙しい自慢とかしない方がいいよね。そんなのさ、誰も聞きたくないからさ、だるいだけなんだけどさ、別に自慢してるわけでも何でもないんだ。ごめんな、みんな。自慢してるわけでも何でもないんだけど、ドッキリ撮ってるときは1日もうなんかね、まあ、2本とか3本とか撮んなきゃいけなくって、みたいなのがずっと、それが毎日続いてて、みたいな。で、帰ってからも企画考えて、みたいな。でもそれが苦痛じゃなかったの。苦じゃなかったの。もうなんか、アイデアが、次このドッキリどうだろうとか、次これ、この食べ物これに似てるんじゃねみたいなのも、ボーイと二人で、わーってやり合ってたから、なんか別に苦じゃなかったの。で、次の日、寝る前とかに、明日のありがとうございます、こういうパターンで言ってやろうとか、明日のシミュレーションちょっと変えて、こういう風にやってやろうとかで、で、その変わったパターンとかの一個だから、リオナリーとかなんですけど、そうやってちょっとこう、やってて全然苦じゃなくて、で目まぐるしくこう日々を過ごしてて、で
数字と視聴者さんの反応も良くて、もう日々が楽しくて、今から考えるとさ、毎日だよ、本当にすごいことだと思うんだけど、毎日何かしらの動画が急上昇持ってたじゃん、うち村井チャンネルかひらがなかどっちか、もしくは両方ほぼ毎日と言っても過言じゃないぐらい、村井さんのあの机でこうやってさ、パソコンを打っててさ、でこの辺にコーヒーがあってみたいなサムネがさ、急上昇のどっかしらにいたじゃん。それかあのひらがなアップバンクのさ、サムネのさ、座って裏話してさ、あの3人がさ、わーってやってるさ、とこが大体さ、急上昇にいたでしょ。よかったよね。だから忙しくって毎日こう遅くまでやって帰ってくるのも遅かったけど、でやっぱ結果も出てて反応も良くて、で急上昇にも乗っててとかだから全然苦じゃなかったね。で今は別に苦しいかって言われて、今も全然苦しくないんだけど、ただその1月22日にこの Vlog 系の動画を出し始めて、最初本当に1本の動画の再生数5000回とかだったんですよ。ずっと5000回とか6000回、一晩で1日24時間経って5000回とかだったもん。だから夜の段階で2000回とか3000回とか行けばいい感じだったんだよ。それが今じゃいい感じの反応がいい感じの動画はもう一晩で1万回とかも行くし、コンビニ晩酌とかこの間は一晩でもう2万とか行ってたからね。で過去動画がやっぱ繰り返し見られるような種類のコンテンツだから、こう結構動くんですよ、過去の動画が。過去動画が動くんですよ。その前、1月22日よりも前にやってた、なんか MC さんにブチ切れる動画だとか、相方決定みたいな、あの、なんか釣りのサムネみたいな動画っていうのは、もう再生数もピタリと動かないんですよ。ピタッと止まったままなんだけど、やっぱ今のこの Vlog 系の動画は過去の動画がこう動くから、日々。あ、動くんだと思って。コンテンツによって。すごいなと思って。だから始めた当初はすごいきつかったんだけど、もううちのチャンネルのブレーン相談役にも、ちょっとこのままでいいかどうかちょっと迷ってますみたいなことを言って、いやまだ早い早いみたいな、早いよみたいな、全然判断するの早いよみたいなこと言われて、で最初に伸び出したのが、なんかその一番最初に上げたルーティーン、こじらせ系 YouTuber のルーティーンっていう動画は、まあ1本目だから珍しいのもあって、こうちょっとずつちわちわ伸びてたんだけど、その次にふわっとなんか急に公開してからちょっと経って、ちょっとずつじわじわっと伸びて1万回を最初に超えたのが、スタバで仕事をする YouTuber、 こじらせ系 YouTuber の1日みたいな、あの4分割のサムネの動画が次1万回超えて、あれ1万回超えたぞみたいな、しかも公開してからちょっと経った後なのにみたいな。でもそっからこう試行錯誤が続くわけですよ。最初は赤文字の、全部赤文字でこうサムネにバーって文字が書いてあって、なんか歌舞伎町に行かなきゃいけないこじらせ系 YouTuber みたいな、いわゆるパーカーさんのサムネをパクって参考にしてこう作ってたりとかしたんだけど、そのサムネがいかんせん伸びないくてみたいな。でちょっとずつサムネも変えて、4分割のサムネがいいんじゃないかと思ったら、もうそれまで公開されてた Vlog 系の動画のサムネを全部4分割に作り直して、全部アップし直して、でこの文言にした方がいいんじゃないかと思ったら、今までのタイトルとかも全部変えてとかっていうのをこうやって、サムネとかめちゃめちゃ作り直して、タイトルもめちゃめちゃ作り直したんだよね。でスタバが伸びて、次何かな、次なんだ、
あ、職場でのルーティンか。で、なんでこういう話をしてるかっていうと、もうそろそろ10万人いくんですよ、チャンネル登録者が。今の段階で99,470。この間もライブ、YouTube ライブしましたけど、もうちょっとで、そう、10万人に行くんですよ。で、当初、9万4000ぐらいだったのかな、うちのチャンネル。1月6日の段階で、9万3000とか4000だったのかな。で、こう、一回再始動しますっつって、ガンって伸びて、で、そこからこう動画更新しだすと、あ、なんだまだ登録解除してなかったのか、通知来てうぜえなって人たちが、同じぐらいの数登録を解除したんですよ。でまた戻って、そっから今ちょっと増えてみたいな感じですね。だから多分俺が今1からチャンネルを作ってたとしたら、本当に登録者が1万いくかいかないかだと思う。だからその楽園のサブチャンネルの登録者ぐらいの数だと思う。1万いくかいかないかの登録者ですね、俺が今持ってる数字っていうのは。でその、まあ、ちょっと動画を上げて登録者とかをの流れを見た中で、なんだっけな、その上司、重要な仕事をする日のルーティン、会社での過ごし方の動画を上げるちょっと前、ちょっと前っていうのは登録者がもうほんと横ばいになってた、横ばいになってて、減ってる日もあれば増えてる日もあって、横ばいにずっとなってた時に、なんか1日の増え方が10人ぐらいみたいな感じだったから、あ、この増え方だったら誕生日に10万人に行ってりゃいいかなみたいな。その時9万5千人ぐらいだったな、登録者。で、俺の誕生日6月25日なんだけど、まあ大体7月だ、2月とぐらいに考えてたから、だから5ヶ月、大体5ヶ月で、10万人到達すればいいかなって思ってたの、思ってたんだけど、そのドッキリ動画復活します、リオナイトハラミのドッキリ復活しますの動線を引いてこっちのチャンネルに流し込んで、それで一気にまたチャンネル登録者数が増えたんですよ。2000人ぐらいバン増えて、増えたんだけど、そこで止まって9万7000とか8000とかで止まって、で、ああ、そこからまたちょっと10人ぐらいずつこう増える日々が続いたんだけど、ここ最近またね、伸びがすごいんですよ。ここ最近何からだかな、どの辺の動画からかな、給料日のルーティーンとか上げ出したぐらいからかな、この辺からちょっとずつまたじわじわっと、あとあれか、 ルームツアー、100均グッズ、コンビニ晩酌とかが始まって、こう1日100人200人300人最近は増えてるから、でもう4月になるでしょ。だから2ヶ月ぐらい前倒し、違うか、3ヶ月ぐらいか、3ヶ月ぐらい前倒しで登録者が、10万人に達成するよと、誕生日を待たずして達成するよって流れなんですけど、よかったよ。その生きてきて誕生日っていうものにいい思い出が一個もなくて、せめてその10万人に達成するっていう誕生日プレゼントを、まあみんなからもらおうという目論みで、誕生日ぐらいに行けばいいかなってね、思ってたんだけど前倒しできるんですよ。で、その誕生日の思い出、まあラジオとかちょこちょこ喋ってますけど、これもラジオとか聞いてなかった人は初見だと思うんですが、もうね、まあだからこじらせてるんですけど、幼稚園の頃から、あれもう幼稚園行ってたのかな俺、もう自覚があるのよ。ちっちゃい頃から俺はひねくれてんな、可愛げがないんだなっていう自覚があるの。多分言われてたんだろうな、お前は可愛げがないって、多分ちっちゃい頃から、からそういう言葉を覚えてるのか、もしくはもっと大きくなった後に可愛げがないっていう単語を知って、その当時の自分を定義したのかわからないけど、多分可愛げがない子だったんですよ。こじらせてたんですよ。でもこれははっきり覚えてるのは、俺は周りのことは違うっていうのを、覚えてて、可愛がられてないというか、なんつうか、その周りの子は
やれハロウィンパーティーをやったりとか、なんかうん、やれいろんなことをしてもらってるっていう印象があるんだけど、まあだからいわゆるお誕生日会ですよとかっていうのがあるんだけど、俺はだからお誕生日会をやってもらったことがなくて、誕生日だからとか、あとお年玉、親からお年玉もほぼもらったことがないし、その高校サッカーをやるようになってからスパイクをまあお年玉代わりみたいな感じで買ってもらったことあるけど、いわゆる親からポチ袋に入ってはいお年玉っつってもらったこととかもないので、だ周りとは違うなっていうのはずっと思ってたんだけど、幼稚園の頃にそんな俺でも周りが誕生日会やってるから誕生日会やりたいと思ったんだよ。ふと思って、多分周りやってんのに俺誕生日会やったことないなって、誕生日会やりたいなって、あれやっぱさ、みんなにこうチヤホヤされるじゃん、あの一日だけ主役になれるじゃん、あの一日だけ主役になれてその輪の中心になれるからいいなってやっぱどっか思ったんだろうね。俺も柄にもなく、その幼稚園の時のさ、幼稚園生の男の子とかだとさ、なんとかレンジャーごっことかするじゃん、幼稚園でなんとかレンジャーごっことかしてさ、みんな赤レンジャーやりたがるんですよ。このチャンネルを多分見てる人っていうのはそうじゃねえよっていうコメントしてくれると思う。だって俺もそうだから、赤レンジャー多分やりたがらなかった側の人間が多分見てるんだろうけど、君たちは世間一般の人たちじゃないから、俺も含め世間一般の人たちっていうのはみんな赤レンジャーをやりたがるんですよ。でも俺も含め君たちっていうのは赤レンジャーをやりたがらない側の人間なんですよ。俺は何レンジャーやりたかったかっていうと、俺は黒レンジャーなの。なんていうかっていうと、核レンジャーのジライアが大好きだったから黒レンジャーが好きなの俺は。でも多分このチャンネルを見てる人とかっていうのは、例えば青レンジャーとか緑レンジャーでしょ、赤レンジャーいいですできませんできませんっていう人たちがこのチャンネルの視聴者じゃん。俺もそうなんだけど、だから誕生日ってさ、やっぱ赤レンジャーのやつじゃん。で村井さんってさ、赤レンジャーじゃん。そのなん自分がさ赤レンジャーだってことを疑ってないやつじゃん。赤レンジャーやれるのって、いや俺リーダーじゃんっていうさやつがさ赤レンジャーでしょ。別に誰から指名されてるんでもないけど、俺リーダーでしょってやつがさキャプテンとかさリーダーやるじゃん。で俺は赤レンジャータイプじゃないなっていうのはもう幼稚園の頃から、それははっきり覚えてる、本当にそれははっきり覚えてる。俺は赤レンジャーじゃないなっていうのは自覚したの、幼稚園の時に。あ、違うなっていう。で誕生日会はやっぱ主役だし、周りからチヤホヤされるし、おめでとうってみんなに言ってもらえるし、祝福されるし、いいなって思ったんだろうね。母ちゃんに誕生日会やりたいっつって多分言ったのよ。てか言ったとこも覚えてる。でこれも多分いやらしい子供なんだろうけど、だから本当あれ人間失格に出てくるあの少年の幼少期のような感じよ。もうなんか多分見てんのよ大人のことを、こうやってずっと。いやらしいよね。その友達、幼稚園のさ同級生がさ誕生日会やるじゃん、誕生日会やるでしょ、誕生日会やると、まあお母さんが幹事じゃないけど主催、もちろん幼稚園生に主催能力がないからお母さん主催するじゃない。そうするとお母さん料理作ったりとかさ、飾り付けしたりとかさ、みんなを招いてジュース飲ませてとかっていうのさ、俺も誕生日会には行ったことがあるから、同級生のそのお母さんが大変そうだなってのを見てんだよずっと。あ、何々ちゃんちのお母さん大変そうだなってこうやって見てんだよ。そうすると、うちの母ちゃんっていうのは面倒くさいこと嫌いだから、俺が誕生日会をやっちゃうとうちの母ちゃんは絶対めんどくさがると思って、絶対いい思いはしないだろうなと思って俺は言えなかったんだけど、言ったね、誕生日会やりたいっつってって言ったんだけど、言ってやったんだよ、やって、家にケーキあります、なんかちょっとした料理、誕生日っぽい飯あります、ジュースとかあります、お菓子ありますみたいな状況があって、みんな来んじゃん、わーって来たんだけど、その日はやっぱ俺が主役じゃん。 Happy birthday to you っつって、 Happy birthday to you っつって、 Happy birthday to you
なんて言われたか分かんないけど、なんとかちゃーんつって、でイエーイおめでとうよかったねつっていう日じゃんって俺は思ってたんだけど、やっぱちびっ子だし幼稚園生だからしょうがない、今となっちゃしょうがないんだけど、やっぱ一斉に歌を終わっていただきますってなったら、ケーキとかお菓子わって言ったのよ。わーって言って、わーって俺のね、俺の頭の記憶の中の映像ではわーって言って、で、まあ、記憶の改ざんがなされてるのかも分かんないけど、俺の頭の中の解釈では、いやこいつら、え、俺のこと祝いに来てないじゃんってなったの。俺のこと祝いに来てないでケーキ目的じゃんみたいな、ケーキとお菓子とかジュース目的で来てるじゃん、こいつら誕生日の意味分かってんのかよみたいな、俺の日だぞみたいななって、もうなんかそこでこう人間の汚さじゃないけど、こうなんつうの、ケーキをだから、あーしージュースゴクゴクゴク、お菓子ボリボリボリみたいな、そのなんつうの、漫画みたいな人間の絵に見えちゃったのよ。同級生のちびっ子たちの顔がみんな、ケーキおいしいね、ジュースだね、やったぜみたいなのに見えちゃって、で俺はもうそこで一気に冷めて、いや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 、何こいつらみたいな、いや怖い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 ってなっちゃって、帰ってほしいってなっちゃったのよ。あ、こいつら俺のこと祝いに来てない、物目当てだ、ケーキ目当てだ、ジュース目当てだ、お菓子目当てだ、そのなんつうの、おめでとうって言ってんの嘘だ、偽りだ、それを言ってケーキ食いに来てるだけだってなっちゃって、帰ってくれってなったんだよね。そこでもういい、お前らは本当に祝いには来てないだろう、帰ってくれってなって、俺の記憶の中ではよ、もちろん鮮明にはそういう場面だけ覚えてるけど多分違うよ、わかんないけど、ってなって返したんだよね、全員返したんだよ、返したんだよな、わかんない、喧嘩したのかな、なんなのかな、でも返したっていう記憶だけはある。でその本当に、あ、ケーキ目当てじゃん、お菓子目当てじゃんって自覚した記憶もある。もう本当あの漫画の一コマで絵で表すと、こうおめでとうってなって、いただきますってなって、こう テーブルがこうバーンじゃん、テーブルがあってケーキ乗ってんじゃん、それじゃケーキ食べましょうってなった時に、もうみんながわーってケーキにバーって、このテーブルのケーキにバーって群がった後ろに俺がポツンとこう見てるっていう、あーケーキじゃんみたいな吹き出しがもしあるとすれば、いやいや祝ってへんやんっていう、その一枚絵だと思う。今度描こうかな、その絵。悲しい絵だ。だからね、もうそのね、誕生日の最初の記憶がもうそれなのよ。で、あ、誰にも俺は祝われないんだなっていう。そういう記憶があるのよね。だからもう、それ以来誕生日会とか誕生日を祝ってもらうとかもう意味が分かんないし、教え子、塾時代の教え子の女の子とかが、今日誰々ちゃんの誕生日でタンプレがどうたらこうたらであげたのみたいなこと言ってきたの、バカじゃねえのっつってマジでこうやって言ってたからね、俺中学生の女子に、バカじゃねえのお前、タンプレなんかあげてんじゃねえよ、そもそもタンプレじゃなくて誕生日プレゼントですみたいなのを言ってたからこれもし生徒の女の子が見てたら、あ、私も言われたと多分思ってる子はいると思うんですけど、何がタンプレだバカ野郎っつって、だからね、そういう記憶のもとに私は生きてたので、6月25日っていうのは幸せな日じゃないんですよ、全然。生まれてきてよかったとも思ってないし、うん、前の動画でも言いましたけど、今まで生きてきてよかった、生まれてきてよかったと思ったのは、だからその漫才の最後の NSC の卒業のライブで優勝した時だけなので、今のところ
だからそれが6月25日に10万人届いたとしたら、まあ、めちゃめちゃ嬉しかったんでしょうけど、それありがたいことに皆さんのねご尽力で、あの前倒しで3ヶ月も前倒しで届きそうですので、だから、ね、ここ最近は楽しいっすよ、ドッキリらへんからは。ドッキリらへんからはその漫才で最後優勝した時ぐらいの充実感を感じている。やっぱ俺が考えた企画で村井さんがよく見えて、やっぱドッキリ引っかかった時の村井さんってさ、可愛らしく見えるじゃん。あれってやっぱ村井さんにとってすごくいいと思うんだよね。だから俺が考えた企画でやっぱ村井さんが可愛らしく見えてさ、でシミュレーションが本編じゃねえとかっていいコメントもいっぱいもらえてさ、でトータル再生数も出てさ、すごい良かった、すごい良かったね。でここ最近ハラミンチャンネルの再生数もこう徐々にみんなに見てもらえてさ、でなんか癖になって見ちゃうとかさ、最近ハラミさんのチャンネルハマって見てますとかってコメントをさいただけるようになってさ、あれは多分決して本当にハートが欲しくて言ってるわけじゃないと思うんだよね。そういうコメントくれる人っていうのは多分本当にそうだから言ってくれてるんだと思ってるから、てかこびてるコメント、こびてるコメントとそうじゃないコメントって俺なんかわかんだよね、わかるから。嬉しい、最近は嬉しい。だから俺はでも本当に1月2月3月ってあったっけっていうぐらい毎日編集と撮影してよかったなって思います今は。ありがとうございます。誕生日かやな、誕生日いい思い出ねえな、ほんとねえよな。多分これを見てる皆さんも私と同じ属性の人でしょうから、きっと似たようなエピソード、誕生日にいい思い出はないんでしょうけどね。え、ほんとうちのチャンネルの、まあ、視聴者ってさ、やっぱりそのチャンネルオーナーに近い人がさ、そのチャンネルの視聴者になるじゃないですか、もちろんのこと。まあ、村井さんのチャンネルだったらまあゲーマーというかね、ああいう感じの人がつくしさ、リオナイさんのチャンネルだったらああいうほっこりした人がつくしさ、で俺のチャンネルはさ、まあ俺に似た属性の人がつくでしょ。陰キャでもないんだけど陽キャでもないみたいな、もちろん1軍でもなければでも4軍5軍でもないみたいなね、一癖も二癖もこじらせてるような人が見てくれてると思いますので、そういう人たちが見てくれて私は嬉しいです。非常にバカみてえな、バカみてえなしょうもねえ女が見てるようなチャンネルにはしたくないんだよね。本当にうちのチャンネルの視聴者賢くてよかった。ということで今日はこの辺にしておきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。皆さん、皆さんのクソこじらせエピソードをコメント欄に書いてください。私はそれ大好物です。さよなら。